安全保障についてお伺いしたいと思います。最近防衛費増税だとか敵基地攻撃能力とかいろいろ騒がれていると思うんですけども、もし日本が戦争に巻き込まれたときに日本を攻撃する手段ってミサイルだけじゃないと思うんですよ。例えば日本は輸入に依存してるんで、日本への輸入を止めるだけでも随分な打撃になると思うんです。そういう考えから言うと国の自給率を上げるっていうのはとても大事なことだと思うんですよ。一次産業にしろ、二次産業にしろ、輸入産業にしろ、そういったものに大胆に補助していく必要があると思うんですけども、そのあたりについてお聞かせ願えると幸いです。ありがとうございます。安全保障ということについてのお尋ねがありました。ありがとうございます。で、安全保障っていうのはこの外交安全保障。近隣諸国とのやり取りであったりとか、緊張状態をどうするかとか、緊張しないように何をするべきかとかっていう話が、今非常に盛り上がってるわけですね。で、これは外交というものを通す安全保障は、日本はがら空きなんですよ。例えば北朝鮮のミサイル、しょっちゅうこれ飛んできますね。ミサイルかロケットか知りませんけれども。で、これに対して、けしからんということはよく言われるんですけど、でってことなんです。けしからんの次はってことなんですけれど、けしからんの次はないんです。けしからんって言ってるだけなんです、ほぼ。中国経由で北朝鮮に物言ってる。いかがなものか。いかがなものかも何もないだろうって、直接やり取りしなきゃダメでしょっていうことなんですね。これだけ頻繁になってる状態の中で。でもそういった外交は行われていないってこと。で、中国と直接もっとしっかりと、この米中の緊張が高まらないようなやり取りを日本側からも中国に直接やり取りすべきなのに、それもしない。できない。アメリカの背後から隠れてやり続けているってことが原因なんですよね。だからまず、戦争になったらどうするんだ、戦争にならないために軍備増強だという前に、そのような状況を作らないための外交の話はほぼ行われていないのがこの国であるということに、まず、多くの方々におかしいじゃないかっていう思いを持っていただきたいってことが一つです。で、安全保障というのは非常に幅が広いというお尋ねだと思います。今言ったような外交安全保障であったりとか、食料の安全保障、エネルギーの安全保障、様々な、そして国内の人間の安全保障、様々あるんですけれども、おっしゃる通り、この輸入に頼る、多くの輸入に頼っているこの国で考えなきゃいけないことは、やっぱ食料安全保障なんですよね。日本を壊すためには、日本を占領するためには、これ送ってるもの止めりゃ済む話なんじゃないのって。食料止めりゃ兵糧攻めにしてしまえば、もうこれ根を上げるしかないですよね。ミサイルも鉄砲もいらずに白旗を上げさせることができるんだっていう話だと思うんです。非常に重要だと思います。で、何をやるべきことか、やるべきことは何かって考えたときに、やはりこれ自分たちで自給できるような体制を作っていくしかないんですよ。自給できるような体制を作っていくためには何が必要かって言ったら、やっぱり作る人を増やさなきゃいけない。で、作っても損しない体制を作らなきゃいけない。逆に言ったら、生産者たちが儲かるという社会を作っていくしかないんですよ。じゃあ、それをできるのは誰ですかって言ったら、国なんです。つまり何かって言ったら、全量買い取りですよ。農作物もそう。それだけじゃない。酪農家の皆さんが作られたものも、余剰で様々、在庫が積み上がっているものに関しても国が買い取ればいいんですよ。で、財政的に厳しいような家庭であったり、ものによっては ODA で、それを出していく、海外に貢献していくってことだってできるはずなんですね。どうしてそういうことやらないかってことです。で、例えばですけれども、酪農というところで出てきた、最近スライド貸してもらったやつであんねんけど、じゃあこっちで出しますね。ちょっと待ってくださいね。準備しますね。すいません。もう衝撃の数字ですよ。もう皆さんご存知のことだと思います。北海道ということで、もう皆さんもよくよくご存知のことだとは思うんですが、大変な状況にある一つが、やはり酪農の方々であろうということですね。で、もう続けられないという方々が非常に多いということです。ちょっと待ってください。はい。ごめんなさいね。口頭で言います。これです。経営なんですって言われる方。これですね、2022年の6月に一般社団法人中央酪農会議、日本の酪農家の9割が経営困難というような、情報が出たんですね。経営難であるって言われているのが全体の 92.4%。
経営の悪化ですっていうのが 97%、 で赤字経営が 65.5%、 続けられないと言ってる人たちが 55.8%、 むちゃくちゃでしょこんなの。続けられるはずないじゃないですか。で今どうしろって言ってる話になってるかって言ったら、牛殺せって話になってると。毎日生きてるだけでも餌代かかるだろって。でそれ以上乳出したりとかいろんなことしたとしても、これだって物作ったって余っていくんだからしょうがないじゃないっていう話になってる。で一頭殺すごとにちょっとずつお金出してあげるみたいな話にはなってるようなんですね。ありえないでしょこんなの。考えてみてくださいよ。だったらそういう形を取っていったらどうなるかって言ったら、やっぱりもうこれ淘汰されていくんですよ。牛も酪農家も、要は日本のこの供給能力っていうのがどんどん潰されていってしまうってこと。潰されていったらどうなりますかって言ったら、これをもう一回立ち上げますって大変な話ですよ。じゃあまたこれ輸入で頼りゃいいじゃねえかよって話になっていく。まさに問題点として食料安全保障ってことを考えたときに、外から頼るという形になっていくのが主軸になっていくならば、これさらにコントロールしやすい国になっていくってことですよね。やはり何をしなきゃいけないかって言ったら、その生産者と呼ばれる方々には手厚くしなきゃならない。決して損することなく、逆に言えばその職業に就きゃ生活は安定するよねっていう状況に持っていくしかないんですね。で各国を見ていると、例えばですけど日本とアメリカと、EU とかを比べてみると、表向きには農業に対する補助っていうのは日本は手厚いように見えるんですけど、違うんですよ。表向きには海外勢は手厚くしてますってことは見せてないんです。裏でがっつり直接に農家の収入が増えるようなこと、全量買い取りであったり様々なことをやってるんですね。そういうことやっていかないと、やっぱりこの国は守れないというか、国を守るんじゃない、その国に生きる人々を守らなきゃいけないってこと、イコールですよね。私たち令和新選組が訴えているのは、この食の、安全保障というものをまず確かなものにするためには、この生産、供給という部分をやっぱりこれをしっかりと、拡大していきながら支えなきゃならない、全量買い取りということを、訴えております。すみません、ありがとうございます。